はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、カートイズミーティングイン浜松の会場限定トミカです。はい、しっかり見ていきます。車種はシビックタイプ R のレッドだね。で、このトミカはカートイズミーティングイン浜松2018の会場限定トミカです。で、フロントの方を見てみると、フロントマスク自体はシビックタイプ R の初回特別仕様と同じだね。ヘッドライトはクリアパーツになってます。で、ボンネットのところを見ると14番のナンバリングがされてるね。この14っていうのはカートイズミーティング第14回ってことだね。で、フロントガラスのところにホンダのロゴがプリントされてます。で、ルーフのところを見るとカートイズミーティング2018のロゴだね。で、カラフルなプリントがされてます。で、横を見るとここも CTM だね。で、ここの部分もしっかりプリントされてあるね。よく見るとこれはカートイズミーティングってプリントされてたり、浜松ってプリントされてあるね。で、この辺もすごくカラフルで綺麗だね。で、後ろの方はこんな感じだね。ホンダのエンブレムとか14っていうのもナンバリングがしっかりされてます。ここにシビックタイプ R っていうのをプリントされてあるね。で、運転席側を見ると CTM、 この辺りのプリントは同じだね。だけどこの辺のカラフルなカラーリングっていうのが左右非対称っていう感じになってるかな。で、タイヤはサスペンションがついてます。で、あとドアが開いたりとか、こういうのギミックはないね。で、シャーシの方はホンダシビックタイプ R ナンバー58番の2017年のシャーシだね。すごくなんかこう上品な感じのカラーリングって感じかな。で、こういうのは二次加工品なのかメーカーへの特注品なのか、ちょっとこの辺はよく詳しくないです。でも後ろのこのカシメの部分とか見たらすごい綺麗だから、どうなのかな、メーカー特注品かな。詳しい方はコメント欄で教えてください。お願いします。はい、こんな感じで2台並べてみました。で、こっちの左側のレッドの方が初回特別仕様のレッドだね。で、こっちがカートイズミーティングの会場限定トミカです。こうやって見るといろんなプリントがされてて、なんか特別感があるね。正面のこのフロントの部分は同じカラーリングだけど、こういったボンネットとかルーフとか側面とかはすごい綺麗にこうプリントされてあるね。側面を比べてみるとこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じだね。で、これが運転席側だね。はい、ルーフの部分はこんな感じになってます。で、シャーシの方も比べてみると同じだね。こっち側が会場限定トミカだね。で、カシメの部分も一般品と同じぐらい綺麗にできてるから、これメーカーへの特注品なのかな。で、箱の方はこんなクリアボックスだったね。ザ・ファイナルってここに書いてあるね。噂によると今年で最後になるかもしれないよってホームページに出てたね。来年もあるといいんだけどね。で、ここにはカートイズミーティングイン浜松2018ってプリントされてて、で、真ん中のところには会場限定のトミカのイラストがプリントされてます。で、側面のところにもプリントされてるね。14アニバーサリー第14回ってことだね。で、ここにカートイズミーティングのロゴがプリントされてます。はい、今日はカートイズミーティングイン浜松2018の会場限定トミカシビックタイプ R レッドを紹介しました。このカートイズミーティングイン浜松っていうのは第14回なんだよね。で、開催日は10月7日の1日だけだね。で、このイベントはミニカーのコレクターの人にとってみたらすごく楽しいイベントだったね。うちの子供も喜んでました。っていうか大人の方が楽しいんだかな。で、このイベントは今年で最後になるかもってホームページに出てたね。あれだけ準備するのはすごい大変そうだもんね。でも来年もあるといいなと思います。で、会場の様子はなかなか撮影できなかったけど、雰囲気だけちょっと撮影したのでこんな感じです。見てください。で、到着したのがお昼前ぐらいだから会場もちょっと落ち着いてたね。
でも子供と一緒にいたんでゆっくり見れたかなと思います。で、会場内にはトミカだけじゃなくてすごく一般のミニカーもたくさんあったね。で、今回のカートイズミーティング限定のイグニッションモデル17000円っていうのもあったけどね、ちょっとそっちは買えなかったです。で、会場ではこんな感じで販売されてました。カートイズミーティング記念ミニカーって書いてあるね。で、整理券での販売だったんだよね。だけど13時から一般販売もあって、一般販売の方で買えました。で、このシビックタイプ R レッドは定価は2000円だったね。記念に買えてよかったです。で、会場限定トミカのもう1台ホワイトの方も購入してあるので、またこちらもレビューしてみたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。